どうやら真面目な話みたいだね。どうしたんだい？デスガンが BOB にね。さすがキリト君だ。勘がいいな。僕は今回の BOB には参加しないよ。キリト君と戦えるなら出てみたかったんだけどさ。アルファルドの雑用やパイソン君たちとの約束がいっぱいでね。いつでもどこでも彼らが一緒だし、正直うざいくらいだ。むしろ君の方が有名人なんだから、一人で動かない方がいいんじゃないかな。気をつけて。すでにデスガンが君に目をつけているかもしれない。なんてね。全ての世界でそのような偽りは許されない。命を懸けお前自身の真の力を示せ。決闘場への招待状をお前の自宅に送った。覚悟を決めたならログアウトしろ。お前の動向は常に見張っている。助けを求めることは許さない。わずかでも漏らせば貴様の罪による代償をお前の大事なものに支払ってもらう。デスガン。マスター、それは危ないです。キリトたちに相談しましょう。私はマスターのサポート AI だから、マスターがダメということは実行できません。だけど、これは絶対に危ないです。そもそも、なぜデスガンはマスターのリアルな住所を知っているんですか？罠に決まっています。それでもどうしても行くならお願いがあります。少しでも冷静に戦力をしっかり整えるのです。デスガンと戦うつもりなら少しでも強くなりましょう。実は今度みんなにやってもらおうと思って強力なクエストを探しておきました。招待状が来ていない以上まだ時間はあるのですから、よく考えて準備を整えてください。マスター、マスター、デスガンと戦うときは必ず私も連れて行ってください。絶対ですよ。約束ですからね。
やってやるぜ。よろしくね。ありがとうよ。おい、ヒロ、こいつはやめとけ。いいぞ。すごいのだ。やばい。待ってやがれ。次だ、終わったな。その通りです。アファシス、任せて。おい、ヒロ、こいつはやめとけ。グレネード行くぞ。こいつはやめとけ。こいつはやめとけ。近寄らせるな。狙撃手だ。止まるなよ。バスの奴がいるぜ。しっかり行こう。応援してますよ。その通りです。回復します。
おい、見ろ、こいつはやめとけ。投げるよ。いいぞ。狙いましょう。こいつはやめとけ。グレネード行くぞ。こいつはやめとけ。フェイトが集まった。やめとけ。その通りです。手を貸してほしい。クリティカルだ。おい、見ろ、こいつはやめとけ。スナイパー、手を貸してほしい。飛び上がれ。クリティカルだ。飛び上がれ。ヘイトが集まってる。
あのエネミーは危険ですよ。手応えこの通りで。いいじゃねえ。よし、ここだ。かかってきやがれ。こいつはやめとけ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 。手を貸してほしい。
おい。はい。たくよ。最高です。アファシスちゃん、ありがとうよ。いいぞ、いいじゃねえ。おい、ヒロ、近寄らせるな。こいつはやめて。グレネード行くぞ。あのエネミーは危険ですよ。手を貸してほしい。狙いましょう。ガタ、素晴らしいです。アファス、よし、手を貸してほしい。アスマン、助かった。アス、大変、助けた。アスマン、助かった。制圧中、今だ。応援してますよ。動きが鈍ってる。別だぜ、行って。最高です。その通りです。その通りです。暗いやがれ。おい、見ろ。こいつはやめとけ。こいつはやめとけ。こいつはやめとけ。フェイトが集まってる。手を貸してほしい。まずい。アファス、助かった。ヘイトが集まって、よし。さすがだね。もっとやれるわ。ネームドエネミーだ。こいつはやめとけ。手応え投げるぞ。手応えだ。投げるぞ。狙いましょう。ついてるぜ。おい、行くぞ。
投げるぞ。最高です。なかなかのもんだろ。当然だって。ステータスだ。アスナ、任せろ。アスナ、やっ、手応えあった。ダウンです。ダウンなのです。狙いましょう。やったわ。クリティカルだ。グレネード行くぞ。狙いましょう。アスナ、助かった。ステータスダウン。ま、悪かねえな。頑張るね。ステータスダウン。手応えあった。その調子。ありがとう。クリティカルだ。手応えあった。クリティカルだ。クリティカルだ。狙いましょう。はあ、手応えあった。集中攻撃だ。クリスタルだ。ステータスダウン。当たってくれよ。狙いましょう。クリティカルだ。狙いましょう。投げるぞ。投げ上がれ。ほら、はあ、使うぜ。覚悟しやがれ。うらー。
ーちゃん、バフか。こっちは助かる。レベルアップだ。マスター、レベルアップおめでとう。レベルアップです。もっと上を目指すぜ。レベルアップしたよ。本当にデスガンと戦うつもりなんですか？マスターが守らなくちゃいけないと思うのはクレハなんですね。わかりました。マスター、ログアウトの処理をします。私は数秒前までマスターのホームで待機していました。ちょっと、なんであんたがこんなとこにいるのよ。まさかあんたもですが、いや、なんでもないわ。あんたなんかの顔は見たくないの。早くログアウトしなさい。今すぐさっさとしなさい。言ってないわよ。というか、あんたと話す気はないから。ログアウトしないなら。ログアウトならできないわよ。ログアウトボタンが選択できなくなっていたわ。え、ゼリスカさん？まさかあなたたちがいるなんて。あら、レイちゃんまで来ているのね。久しぶりなのです。今日はデイジーは一緒ではないのですか？ええ、デイジーちゃんはフィールドに連れて行かないように管理しているから。そのせいかしら。それよりあなたたち、まさか二人とも。デスガンからの脅迫メールをもらったのかな。イツキさんも？なんでみんないるのよ。少しお話し合いをする必要がありそうね。私はデスガンから自分と戦えってメールが来たわ。だから返り討ちにして捕まえてやろうと思ったの。 OK したら妙に細かい指示があって、従わなければ仲間を標的にするって。だから僕もほとんど同じ内容だったよ。では、あの時の決闘やスコードロンの離脱は演技だったの？うん、本気だった。デスガンと戦う前にモヤモヤしていた気持ちにケリをつけたかったから。とにかくゼリスカさんたちはどこかに隠れていて、デスガンは私一人で戦うから。死ぬかもしれないよ。覚悟の上よ。私が死んだところで何か問題でもあるの？そうね、悲しんでくれる人はいるかもしれない。でも私が突然死んでも
困る人はきっといない。お父さんやお母さんだって、お姉ちゃんがいれば。私はね、そんな存在でいるのが嫌なの。デスガンを捕まえればリアルでだって認めてもらえるかもしれない。だから奴の相手を譲る気はないわ。なるほど、死の恐怖より自分の欲求が勝ったということか。違うわよ。そりゃ逆らえばあんたを殺すとか言われていたけど、あんたを守るとかそういうんじゃないから。なんでいつもいい方にばかり解釈するんだか。私はいい人じゃないの。自分のわがままでここに来たのよ。だからお願い、みんなはどこかに隠れて、私が戦って隙を作るから、なんとか脱出してほしいの。皆さん、命がけの戦いを前提にしているようだけど、つまりはそういうことなのかしら。この場にいる全員がナーブギアを着用している。ええ、家に送られてきたの。指定の日時にナーブギアを使ってログインしろって。ナーブギアが盗まれたってキリトさんが言ってたけど、これおそらくその盗まれたナーブギアだろう。やべやべ、まさか盗品をプレゼントされるとはね。どうやって住所を調べられたのかは全く謎だけど、私も自宅に送られてきたわ。僕もそうだ。まあクレハ君たちまで来ているとは予想外だったけどね。つまりみんなデスガンの誘いに乗って罠にはまったというわけか。罠でも何でもいいわ。だってデスガンの強行は見過ごせないもの。ザスカーの一社員として。ザスカー、君は運営の人間だったのか。もちろん、データの閲覧をはじめとして運営に干渉は一切できないわ。ここではあくまでも一プレイヤーよ。だから今までは攻略の最前線には立たないようにしていたの。何か隠しているようなのは気づいていたけど、てっきり軍人か諜報機関の人間だと思っていたよ。私はただのプログラマーよ。だけど、いえ、だからこそ見過ごせないの。 GGO で殺人なんて。まさかいたずらだって言うの。いたずらにしては手が込みすぎているわ。ナーブギアなんて手に入れようと思っても無理だもの。状況がわからなさすぎる。周囲を探索してみるか。リーダー頼んだよ。クレハ君もひとまずはそれでいいだろう。わかったわ。